世界で一番面白い人生ガイド元いた今日の YouTube 動画でございます。ということで今日は久しぶりにじゃんということで書籍のご紹介でございます。えっと今回ご紹介するのはあの不動産。えー 店舗ですねお店に関する、えー、これ本の内容なんですけれどもプラチナ出版社さんからですね水野誠二さんが、えー、著者なんですけれども、えー、書かれた「それでも街は再生する」という、えー、タイトルの本でございますこれが先日届きましたので私なりにレビューしたいというふうに思います 実はこの本約200ページあるんですけれども、まあ、当然その最初からパラ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 ,パラとこう読み始めていったわけなんですがふと気がついたんです要するに、えっと、例えば私や皆さんが新しく店舗を出したいと。 でそれもその例えば、えー、飲食店であったりそれからその、まあ、例えば花屋さんとかそれから事務所であ,っとあるとかまあなんか、まあ、何らかの形で、まあ、お客様が出入りするような、えー、店舗用のお,お店を。 出ししたいといいいとう方がいらっしゃいます。で、そういった方々が読む本だと思ってずっと読んでいたわけですよ。で実は第5章に事業を起業するにあたって物件設定契約開業というのがあるんです。で そうなってくると余計に新規でいわゆるその新しくお店を出そうという方々のための本だなと思って真剣に読んでいたんです。これをですね是非おすすめしたいのはこれからお店を出す人ではなくて現在皆さんのお店いわゆる店舗が 順調をよく言っているいないにかかわらずですね、ぜひこの本を購入していただいて、いきなり第5章から読んでいただくべきではないか、ということなんですね。で、この中に書かれているのは、まあ、当然、あの、長ったらしくなりますので、えー、細かく言いませんが、事業用不動産のことをもっと知ってください。事業用不動産。定期、 契約であったりとかえー、事業で借りるなら大切な礼儀であるとかまあ、えー、細かくルール書いているわけなんですが現在皆さんが店舗を借りていてうまくいっていてもうまくいっていなくても改めてですね今の特に借りている物件 に関してもう一度ですね、えー。見直すべきではないかというふうに考えています。やはり、そういった意味では、あのー。まあ、特に今回は、もうこの二三年、コロナ不景気と私言ってるんですが。非常に、あの、全国、まあ、世界中と置いといて、全国的に苦しんで。えき、ー、た。この二三年なんですけれども。その、お店を小さくしたい。逆に。 大きくしたい。あるいは、今の店舗から、どこどこの場所の店舗に移転したいとかいうオーナーさんが当然いらっしゃるわけなんですね。で、その中で、この5章の中には、図面が参考的に書いてあったりとかしています。ですから、ここをですね、先にまず経営者の方が読んでいただくという ことなんで,すよで今の現状とこの書籍に書いてある内容を一回ちょっとあの天秤にかけてですね、えー、照らし合わせていきながら、えー、これからのおそのお皆さんのお店の戦略戦術として、えー、どういうふうに考え直したらいいのかということを改めて勉強して、えー、いただけるような本ではないかというふうに、えー、思います。 でこの本全体がですね、えー、基本的なことを確実に抑えている本ですので、まあ、当然その新規のお店,買いお店を出したいと思っていらっしゃる方々にとっても当然プラスになる本でございますが、えー、どなた様もですねいきなり第5章から読んでいただきたいというふうに思っています。で 特に私がこうやってあの付箋を貼ってあるところに事例などがあるんですよ。事例がこう、事例の 10, 10だろう、11、12、13とかあるんですが、事例13の中に分譲マンションの1階が店舗になっている物件の注意点というのがあるんです。これどこでもそうなんですが、 分譲マンションの1階の店舗が空いていると非常に美味しいように見えるんですよ。ところが、ここに書いてあるんです。分譲マンションの1階が店舗になっている物件等は特に注意が必要で、これゴごック体です。ここからです。マンションごとに定められた管理 規約がありそのマンションの基本的なルールを定めていますと書いてありますこれがですね分譲マンションの1階の店舗を借りるときの大きな障害にもなったりするんですよ先ほど言いましたように現在借りている人はまだいいんですがそれでも 改めて管理規約などを見直すべきではないか特に新しく店舗を出したいと思っていらっしゃる方分譲マンションの1階が店舗になっている物件は要注意ですよと管理規約がありますよとこの管理規約を完璧に把握しておかないと 後からすったもんんだが出てきますよとということなんですですからこれを読んでいくと宅見に出てくるような問題の内容も出てくる箇所もあります当然皆さんが宅見試験合格しているわけでもありませんし資格者でもないわけですのでそのあたりは不動産屋であったりこういった本を読むことによって最低限の知識が身につくわけなんです ですけれども、その中で事業用定期借地契約というのもあります。この辺りも一つのクセモノなんですね。ですから、えー、ぜひですね、えー、この書籍に関しては事例の一からですね、えー、っとめくっていくと。 事例20までありますね。で、えっと合意契約書のいわゆる雛形があったりとか、色々サンプル版ですがあったりとかしています。ですから、あの冒頭にも申しましたように、いきなり第5章を読んでいただきたいというふうに思います。えっと説明欄の方に一応。あの第1章から第5章もう。お 簡単に書いておきますが、えー、やはり第5章からですね、えー、これは読んでいかないとやはりあのー、お店をそのオープンしたはいいがですね、えー、なかなかその漢字で契約書を書いてあるにもかかわらずはい、はあはあはあいいですよみたいな形でバンと印鑑押してですね事、えー、業を進めて、えー、うまくいかなかった時に、えー どうしてもですね、えー、余分な金がかかったりとかしますので、そういった事例を中に、えー、書いてあります。なるほどって思うぐらい書いてあります。はい。ですから、あのー、いろいろですね、 えーまあ、当然第1章第2章というふうにして書いてありますけれどもやはり私が読んでいましていつも、えー、この本読んで思うのはですね第5章から先に読んでいただいてそれから最初のいわゆるあのこれあの店舗の写真などがカラーで、えー、ありますので。 まあこのようにありますので、まあ、そういったところからですねビフォーアフターもありますので、あのー、飲食店とかいろんなことを考えている方々はですね、まあ、あのまず5章を先に読んでいただきまして。 最初に戻っていただいて読んでいただくとそれから著者がですね滋賀県草津市在住らしいのでまああのその近辺の方などはですねコンタクトを取っていただいてですねあの当然あのお金かかるかもしれませんけれども、まあ、そういった方にですね直接お会いしていただいて、まあ、その店舗展開であるとかあの店舗を増やすあるいは店舗をその 減らすにしてもですね、あのー、この清水さんにですね、相談された方が絶対確実にですね、いけるというふうに、えー、思います、えー。そんなに難しいことは書いておりませんし、また、あの店舗展開をされる方においてはですね、最低限これぐらい分かっておかないとですね、不動産屋とも話ができないという状況にも陥ってしまいます。はい、ですから。 やはりそのえー、飲食店の場合には味とかそれから積極が大事ではあるんですけれどももっと大事なのはこのいわゆる地面である不動産を、えー、いい条件でないしは、えー、あとあとですね、えー、何らかの形で万が一撤退しなければいけない時でもですね、えー、余分なお金がかからないような、えー 考え方をしなければ、絶対にもうドボンと言ってしまいますので、ぜひですね、えー、冒頭にも申しましたように、現在経営されている方、飲食、まあ、例えば飲食店だけに絞るというと、飲食店の方でもですね、ぜひこの本を改めて、1650円です。税金入れて、1650円。ですから、改めて読んでいただいてですね、 た、えーまあ、多分今年いっぱいでコロナ不況的なものは終わっていくんじゃないかというふうに思いますけれどももうこの残りの半年足らずをですね来年の戦略戦術に向けてですね今自分のいわゆるあの店舗の周辺の事情であったりとかこれから皆さんがこの場所あの場所に、えー 店舗を出したいといとう計画の中でその、例えばここに出したいと思った時の,その全体的な経済それから交通量人の流れなどもいろいろあるかと思いますのでそういったことも含めて経営者自身がですね基本的なことわからないことには次のステップ踏めないどころか赤字になったらどうしようもない。 でですので次の展開も絶対できませんし、えー、固定費払うだけで大変ですのでぜひあのこういった本をですねえ全部あのおすすめいたしますので何も難しいこと書いておりませんので,、はい、で難しいなとわからないところを全部チェックしていただいてこの水野さんにコンタクトを取っていただいて相談するというのが一番もう成功の近道です。はい もうねあの専門分野じゃないところは専門家に聞いて、えー、指導を仰いでですね、えー、前進するというような考え方をされた方が、えー、よろしいかというふうに思っております。ということで、えー、今回はですね、えー、水野誠二さんが書かれた「それでも町は再生する」という、えー、本のご紹介でございましたがぜひですねあのー、この中にもありますがやっぱり 一店舗が、その集落に一店舗、新しいお店ができることによってですね、その周辺変わるって言うんですよ。その一店舗に、あなたの店舗がなれば、奄美大島にいる私でも嬉しく感じます。ということで、世界で一番面白い人生ガイド、本井卓夫の YouTube 動画、今回は、 この一冊の冊ごご紹介で、えー、ございました。次回の新刊の YouTube 動画になるかどうか分かりませんが次回の動画まで全世界の皆様ごきげんようさようなら毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。